あ、ハンターがフリーズした。日曜家族、はい、この春日曜家族です。今日ハンターに盗まれたの？そうなの、マックのハッピーセットをまたハンターに盗まれて隠されちゃったので、ハンターはね、ハッピーセットを隠して、ここにいます。そしてハンターはここに隠した場所の地図を持ったまま、ここで電源オフになってます。怖い。でね、これをね持ってって探していいんだけど、これを取った瞬間にハンターのスイッチが入って、1分後に移動し始めます。起動します。じゃあ取っていい？もうこれスイッチ抜いたらスタートだからね。ハンター追っかけてくるからね、1分後に。取ったら来ない。早く探せばいいんだよ。せーの、じゃん。はい、今のうち、今のうち探そう、探そう、はい、どこ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 。はい、まずこの葉逃走しちゃった。これが多分あれなんで、これはあれ、あった、見つけた。はい、一つ目ゲットで、次この葉がね、逃走しちゃってどっかいなくなっちゃった。あ、あそこの木だ、ベンチの近くの木。あの木とあの木が一緒？うん。あ、あった、赤いのが見えた。赤だから目立つね、緑なら。あ、この葉戻ってきた、戻ってきた。ほら、もう一つゲットしたよ。あった、あった。はい、この葉、こっちこっちこっち。ヒント見て、ヒント。あったのどれ？ほら、二つゲット。じゃあ、まあ持ってる。で、はい、もう一つのヒント、ハンターまだね、座ってる。あれどこ？あった？三つ目ゲット。あと最後の1個だよ。最後の1個、ハンター起動するかな。待って待って、ちょっと待って、ここちょっとゆっくりお願い。ハンター、あー、来た。ハンターに、ハンターから隠れながら、あっちから来るって言ったんだろ。ほら、ハンター来た、ハンター来た。逃げて逃げて。あ、そっちから、そっちから来る、そっちから来ない、そっちから来ない。あ、いないね。ハンター来た、ハンター来た、ハンター来た、ハンター来た。あった、あった、4つ目ゲット。もうない？4つ目つけました。あ、ハンターがフリーズした。ハンター固まっちゃった。早い。パパゾンじゃ、この回はパパゾン。パパゾンです。じゃあ開けてみましょう。はい、はい、はい、じゃあ集めたハッピーセットを開けていきましょう。はい、はい、これなんか細が、細長いやつ。細が、細長い。じゃあ、オープン。あいと早っ。ん、この花はなんだこれ。カード、カード、カード入ってるの？ほら、カード、カード入れ。ほんとだ、お名前を入れてバッグにつけるキーホルダーかな。かわいいね。この葉の、葉の肉のバッグにつける。そうだね、ここにお名前書いてバッグにくっつけて、誰々ちゃんだよって教えてくれる名札だ。バッグ用の名札。保育園とか幼稚園とか習い事とかに、そうだね、つけて可愛く飾れます。あんだわ、じゃん。なにこれ、定規。定規か、すごい動くね。家にもあるよ、これのシナモンバージョン。あったっけ、ったそんなでっかい定規。あったよ、これもっとつなげるやつとかだって。それ学校禁止？だってこんなのついてたら勉強に集中できないよね。絶対ずっと遊んでるよ、これ子供。何センチとかどうでもよくなっちゃうよね。ね、定規でした、かわいい。これ熊の学校だもん。熊の学校だから勉強しないよ。はい、次はこれ開けて、開けてあげる。頑張れ。開いた。そしたら奪い取るの。あ、じゃあこの葉の、この葉の、じゃあ、あ、かわいいクマちゃん、ちょっとお顔見せて。クマちゃん、クマちゃんだけど、
クマちゃんだけど何？おなんかで飛び出た。飛び出た。シールケースかな？スタンプみたいなってとして。え何？え何どういうこと？え何これかわいい。これシールほら3枚入ってた。あーシールケースだ。かわいいシール見せて。クマちゃんのシールもかわいいシールが3枚。これさ、紙でさ、ズルズルってあるやつじゃない？そうそう。この上に紙を敷いて、鉛筆でなぞると絵が浮き出るっていう、そういうやつなんだって。え、この紙で？この紙じゃなくて、普通の紙でいいんだけどね。見て、絵本が入ってたよ。あ、かぶりなしだね、すごい。4つ全部出た。絵本がほら、絵本。分厚い絵本だけど本物の絵本これは違います。お、開いた。あ、鉛筆。秘密の絵本だね。あ、いいな。何が入ってるの？鉛筆とメモ帳、うん、あ、本当だ。いいな。かわいいクマさんのメモ帳と、え、これピンクだね、しかも。しかも削ってある。はい、このピンクの色鉛筆。ねえ、これとこれ交換して。さすがに学校っていうだけあって、お勉強グッズがメインだね。切らすかな。あ、すごい、切れる。なるほど。うん、切らしてきた。あ、こっちにもあるんだ。こっち側にもついてました。いいなぁ。だって鉛筆でさ、削る。これさ、書こうから。で、この葉も後で借りやすか。うん、ね、そろそろいいんじゃない。あんな、ちょっと見に行って。見えるかなね。鉛筆でなぞったらこんな風に浮き出てきたよ。これクマちゃんだよ。ね、クマちゃんが簡単に描けちゃったね。クマちゃん。で、こっちにもクマちゃん。こっちや。紙じゃないんだよ。違う。やる場所。この葉もやってみて。わかったよ。じゃあ、いくよ。できる？持ってる。優しいね。書き終わったところも上位じゃない。なんかやりにくい。真剣な眼差しです。いいんじゃない。でも全然出来上がってないよこれ。何ですかこれは。ちょっと全然書けてません。はい、じゃあ最後、はい、最後締めて。いきなり走る。ちょっとどこ行くの？撮影中ですよ。どこ行くの？この葉がアンナの絵本を持って逃げました。はい、すごい可愛い。こうやって並べるとこれね、結構なんかいいよね。うん。クマの学校可愛いね。あっちの端っこの方で走ってるけど。可愛い可愛い可愛い、ね、あ、取り返した、取り返した。あ、取り返してもらってきた。あー、大泣き。奪われて大泣き。盗んだのこの葉でしょ。なんかハッピーセットの時いつも泣いてないこの葉。じゃあこれ3つあげる。やった、3つもゲット。やった、1対3だよ。やったやった。はいはい、というわけで、はい、この葉閉めて。おいしい。頑張ったね。頑張ったね。日曜家族。この葉がアンナの絵本を持って逃げました。喧嘩中です、これは。必死に追いかけるアンナと逃げるこの葉。